選挙は立憲政体のもとにおいては最も大切なる働きである。この度の選挙において投票が余計民政党に入れば浜口内閣がこのまま続く、また政友会に余計入れば犬飼内閣ができる。内閣を倒すも起こすも、また国を良くするも悪くするも投票の入れ方次第で決まる。閣のむとき大切なる選挙の前提であるところの解散を創生するにあたっては、内閣たるものはよほど慎重に考えなければならない。その解散には国家本位の解散があり、また政党本位の解散があるが、この度の解散もこの前の政友会内閣の解散と同じく、やはり政党を本位としたものであって、国家本位のものとは認めることができない。政党国家本位から申し言えば、解散をせずとも政治のできる場合においては解散をするの必要はない。しかして現在は解散せずとも政治のできる証拠には、今の内閣は初めから少数であったにもかかわらず、現にこれまで在職してその間に金解禁というようなよほど大切な政治上の働きも少数でとにかく断行した。その準備もできた。これからのうちは解禁に伴う男の前後策にあるのであるが、その前後策については反対とうたる政友会も政府を助けようと言っとる。政府に強いて反対はすまいと申しとる。しからばこれを解散して国民に訴えなければならんという根拠はどこから見てもないのである。閣のむとき場合においては、解散をする前にまず議会において果たして反対党がその制限通り政府を賛成するか否やの実際の働きを見て、もし実際において賛成をせないで政府の邪魔をいたして、どうしても前後策その他の政府の政策を行うことができないという証拠が上がった場合においては、やむを得ずそこで解散を上奏するのが当たり前である。しかるにこの度はまだ政府には議会において反対党と立ち会っておらん。ただ反対党は反対するに違いないと考えて創生をしたというのは、これは間違いであって、徒党であるならば国家を度外視してただ反対することがあるかもしれないけれども、いやしくも政党である以上は国家のために反対することが良いと思えば反対をし、反対することが悪いと思ったときには反対せないのが政党本来の面目である。我が国には無論正しき政党がないから、ややもすれば反対党は全額となく政府に反対することもあるけれども、それは元来彼らが間違っておるのであって、間違った場合においてはこれを国民に訴えるということの必要は起こるけれども、まだ間違うか間違わないかわからん場合において想像をして直ちに国民に訴えるということは元来無理なやり方である。さなきだに今日のような不景気の極端に達しとる場合において議会を解散をいたし、金銭と労力において5000万円以上、1億円のをただ捨てるといえば、これがまた不景気を一層深刻にする原因となるのである。核のごとき場合において核のごとき不当の解散を創生するということは確かに一つの過ちであるから、この過ちをばやはり投票を入れないという働きによって罰せなければならない。およそ善はこれを称し、悪はこれを凝らしてすらなかなか悪人は絶えないものである。いわんや政党が両大政党ともに不愛をいたして続々疑惑事件関係者を出しとる場合において、ますますこれに多く投票を入れれば、これは疑惑関係者を出したがために褒美をやるということになる。すなわち善をなした者はこれを罰し、悪をなせばこれを称するということになる。投票が減らない限りは彼らはいつまでたっても不愛をやめる気遣いはない。元来政党の不愛ということは、
投票を得たいがために起こったのであって、しこうして腐敗すればするほど投票を受け入れれば、いかなる手段をもっても政党の覚醒をすることはできませんから、いやしくも政党を愛する者があったならば、悪事をした場合においてはその投票を減らすより他は仕方がない。いわんや両大政党の腐敗はどちらが余計であるかを誰にも分からんほどの程度に達しておるのであるから、どちらが良いとか悪いとかいうことは国家的見地から言っては判断することはできないはずである。いやに今日の場合においては、まずどちらが先に覚醒の端緒を開くかということの明らかに分かるまでは、できるだけ両大政党には投票を入れずして、いまだ不愛せざるところの他の小政党もしくは独立の候補者にできるだけ多く投票を入れるのが愛国者当然の務めとなるのであります。いえに私はこの度の選挙に対する評語としては、清き一票は清き仲間に入れよということをにいたしたい。よし政党中に人格者があっても、政党に身を置く以上はその人は党議に束縛せられて、悪い幹部との命令通りに議会においては働くのであるから、善人といえども悪人と同じことになるのである。ちょうど盗賊の軍に行って盗人の手伝いをする以上は、いかなる善人といえどもこれを善人として扱うことはできないと同じはずの筋のものでありまするから、残念ながらいかなる良い人といえども政党におる間は今日不愛が治らん限り、これをに投票を入れるということは間違いである。日本の政党はことに党議で束縛して皆一体となって歩くことになっておりまするから、善悪の区別は少しもないのである。善人も悪人と共に歩きます。現在の政党にもたくさん善人はあるけれども、それが皆悪人と一緒に歩くから、あの通りの悪事は働く。